アマビオフワちゃんでーす。ねえ、何これ。ねえ、やだ。ねえ、モザイクかけて。とにかく派手なの。可愛くないこれ新作の水着。早く来年の夏にならないかな。もうやっぱさ服一つ取っても派手なのよ。でも派手だけどめっちゃ可愛い。あ、これ買ったのに一回も着てなかった。可愛い。これは今度着る。これ今度着るリスト。可愛い。フワちゃんが作った T シャツ。赤ちゃん。フワちゃん。これもフワちゃん。これもフワちゃん。これ普通だと思うじゃん、うん、これもフワちゃんそんなことより変装コーデや。なんだったらフワちゃんっぽくないの逆に。なんやねんこの T シャツ絶対友達の忘れ物だわ。私のじゃないからダメもうさ、こんなやつのクローゼットからどうやって変装コーデを探し出すのこれもこれもこれも全部派手だね。空柄なんてフワちゃんしか着ないやん高い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 。これはもう私が初めて買ったブランド。私が初めて買ったブランド。もうこれに関してはめちゃめちゃレアなんだって。ヒカキンとサッシーとクリームシーの有田さんしか持ってない。すごいさ。幸運なことにボトムスは私結構地味なやつ持ってて、あこれとか2回ぐらいしか着てないわ。これ全然フワちゃんっぽくなくない？こんなアワミユキしか着ない。これも候補。これもね。多分1回も着てないかも。ピンピンだもん。なんかこれだったらもう正直上裸でもバレないんじゃない？チクも回るらしい。バレるバレないじゃないわ。あとこういう逆に派手だけどこういうヨガみたいな、ヨガウェアみたいなパターンある？ない？ないね。ねえ、なんだなんてこれロンドンにもらったんだよ。かわいそうじゃん。はい、こちらがフワちゃんのサブクローゼット。ハンガーの威圧感がすごくてすいません。もう派手な服しかない。黒、はい、あまりにもなさすぎて黒っていうだけで候補に入れちゃった。これあれだ、全科持ちでした。これ着てた時めちゃめちゃバレた、全科持ち。あ、でもこの辺ちょっと実力者が兼ね備えてました、後ろに。これはもうマジで実力者だって黒いもん。唯一言うとお腹が出てる。これも黒いよ、これも黒いから結構地味だし。お腹は出るか？出ますじゃあダメじゃない。え、なんでなの？お腹出なかったら服じゃないじゃん。あとこれも結構地味だよ。色も一色しか使ってないし、薄めだし。お腹は？出ます。じゃあダメ。これは派手だけど、フワちゃんの派手というか朝日奈央の衣装みたいな。この辺すごい。この2つはやばい。絶対に私じゃないもん。結構首元も詰まってるし、柄もないし、まあ、お腹に関しては綺麗だよ。もうこんな何合わせてもフワちゃんじゃないよ、これ。下、パンツ履かなくてもいけんじゃないか。すごくないこれ。私、こんな、黒い、怖い。こんな黒だけで合わせなんて信じらんないよ。だったらこのプラダの可愛いワンピが着たい。これに牛柄の帽子かぶっていきたい。どれだろう。これ仕事の合間に出かけなきゃいけないってことは、この頭外せないわけよ。ってことは頭を隠したターバン状態でも似合う可愛い服装にしなきゃいけない。こういう色だったらまだちょっと明るいじゃん。やっぱな、服装も天気と一緒で明るい方がええやん。ちょっと待って、一回整
しょ。何を重点的に置く、可愛いにする、それとも変装にする。変装でしょそれは。なんなのあんた。いやでも本当にこれで結局いつも可愛いの優先させて、変装ができてないって言ってこの曲を始めてるのに、また可愛いって言ったらもう振り出しに戻る。一番は絶対に変装決めました。新しい変装はこの黒黒コーデであります。やばい。え？めちゃめちゃ地味、私じゃないみたい。え、ちょっと待って、これやばいんだけど、私もうこの状態で絶対に言われないと思う。もうこれはあれだな、原宿トーツだな。じゃーん、ということで原宿に降り立ちました。どうですか、こんなにうるさい声を出してるのがフワちゃんだってみんな気づかないでしょ。電車のみんなもこんにちは。電車のみんなもこんにちは。はーい、誰からもバレてません。さあということで、勢いそのままに竹下通りの頭とお尻まで颯爽と歩いて、もしもバレたら舌をかきって死にたいと思います。すごい覚悟。ルールは一つだけ、竹下通りを無事抜け切れて一番最後に私の大好物のクレープを買うことができたら私の勝ち。もしも一人にでも声をかけられたらマジで本当に見ててみ、準備できてるから。さあそしたら魂と魂のぶつかりで私の変装サクセスストーリーについてこい。さあビビットカラーを真っ黒に染め原宿の街に溶け込む不破選手、圧倒的なスキルで国民を欺けるか。さあというわけでいよいよ運命の時間がやってまいりました。こちら竹下通りです。さて変装大革命は、え、マジでさすがにバレるの早すぎじゃない？変装様どうします？いやこんなやつどう考えても下抜きだろう。違う違う